9月場所が終わり、もうすでに番付編成会議も終わってますけども、まあ私なりに来場所の、えー、番,番付を予想してみました。<laughs> これはまあ、あのー、この通りには多分、画面に出てる通りには多分ならないと思いますけど、これは、あのー、こういうふうに、こういう番付になるというよりも、私の希望的観測、それから、 まあ番付がこうあるべきだという姿を見せたものであって多分、えー、先週の水曜日、あのー、番付平成会議で決められた番付とはちょっと違うと思うんですけどもまあまずあれですよね関脇は若隆景と豊昇龍これもう勝ち越してますから残るのは当たり前ですよね。 それから霧馬山は9勝6敗だから小結びで9勝6敗だからまあ上げるべきでしょうもし霧馬山は9勝6敗で上がらなかったらなんだ先場所豊昇龍が、えー、先場所よ先,先々場所ですか9勝6敗で,で小結びで9勝6敗で関脇で上がに上がったのに俺小結びで9勝6敗でも関脇に上がらないのかというふうに霧馬山も面白くないでしょうから霧馬山も関脇に上がるでしょう。 で御嶽海なんですけども、まあ、御嶽海は大関で2場所連続負け越したから、まあ、これ関脇に下がらざるを得ないわけですよね。まあ本当でしたら、えー、先,先場所ですねあの、えー、途中休場で角、まあ、場の時に途中休場だったんだけども結局負け越しも勝ち越しもしなかったので、えー、今場所9月場所も。 えー、番だと2場所続けてカド番ということでちょっとおかしなこと変則的なことになりましたけども2、まあ、場所連続大関カド番で御嶽海は負け越したので来場所は関脇に落ちざるを得ないそうするとまあ関脇はもうちょっと玉,玉鷲は別として4人は最低作らざるを得ないでしょうね。で この玉鷲なんですけども僕は玉鷲は優勝したし、えー、前頭3枚目で13勝なので関脇に挙げるべきだと思うんですが多分多分ですけども玉鷲は関脇じゃなくて小結びに留め置かれると思いますただから僕は玉鷲は関脇に挙げるべきだと思ってるというのは 要するに玉橋芝結果も出したし、2回も優勝した、二回目の優勝、それも37歳という史上最高齢で優勝したわけですよね。それで、しかも前頭3枚目ですから、それで関脇に上がらないのはおかしいと思うんだけどね。まあこれは、御嶽海が関脇になると、関脇に落ちるのは確,確実ですから、そうすると、 関脇4人だと。で、玉足まで上げてしまうと、関脇5人で多くなりすぎるというのが、審判部の、まあ、見解だと思いますが、その、自分がしっかりしてなくって、自分が頑張らなくって、あれは自分頑張ったけど、十分なせ、あの、結果が出せなかったから。だから、まあ、ちょっとこの成績では、まあ、小結びにと,とどめか、置かれてもしょうがないなっていうのになったら別ですけども、玉足の場合は自分がね、 その努力不足だとか結果が十分出せなかったというんじゃなくて大関の御嶽海が関脇に落ちてくることによってなんとか関脇の座が埋められたと自分がねちょっと自分のせいで上に上がれないならともかくだらしがない大関のせいで関脇の座が詰まってしまってその玉鷲が。 小結びにとどめられるということはこれはあるべき姿ではないですよねまあ一つはまあ三鷹海が四勝11敗だったからまあ小,小結びあるいは平幕に落とすという考えもあるんですがこれは日本相撲協会に、えー、内気があって要は 大関で2場所連続負け越したら関脇に陥落するとただしその大関落ちた次の場所は例えば全敗だろうが全休だろうが次の場所は関脇にとどめ置かれるとでその関脇で10勝5敗したら大関に戻れるということなんですけどもだから御嶽海大負けしたからといって平幕に落とすわけに平幕に落とすわけに いかんですね御嶽海はこれ関脇じゃなくて大関から平幕にドーンと落とすわけにいかないのでもうこれ御嶽海はこの関脇に位置づけるしかしょうがないわけですよでこの大関から関脇への転落への内気ですけどこれは1969年の7月にできたんですよねでそれまでは3場所連続負け越しだったら大関陥落ですけども えー、69年の7月からは、えー、2場所連続で2場所連続巻き越しで大関は関脇に落ちるとそういう内気になったわけですよだからこれは関脇に落ちざるを得ないしあるいは関脇よりもっと下に落とすわけにもいけないちなみにその69年7月っていうのは先代、えー、の伊勢ヶ浜親方、まあ、より正確に言うと先々代の伊勢ヶ浜親方の清国が 新大関にななった場所なんですけどね69年7月っていうのはなんかその時記憶にぼやいてましたけどね俺苦労してやっと大関になったのに大宝関の同期で大宝関が横綱の時俺まだ幕下でやっとここまで這い上がって大関になったのにわあ嬉しいと思ったらこ今場所から大関は。 2場所連続したら連続負け越したら負け越しなんてなんかおお俺をターゲットにしたような意地悪な <laughs> あのルールができたなんて言ってましたけどね逆にそれで、ね、もうこれ大関せっかく上がっても2場所連続負け越すとすぐ関脇に落ちちゃうからと思ってまあ記憶にも猛稽古して猛稽古したもんだからその新大関の優勝ができたわけですけど。 まあそれはもうはるか昔の話ですが、まあ、この清国が大関に上がって新大関優勝した場所以来大関が二場所巻き越した場合は、えー、次の場所はそれで大関陥落して次の場所は関脇に留め置かれるというルールがずっと生きているので御嶽海は小結びにも落ちなければ平幕にも落ちない。 だからこのええー、玉鷲を除いた上の4人は必ず関脇に番付け連ねるでしょうね。そうすると関脇今場所3人は4人ということ結構うんせあ番付混雑します。で僕に言わせれば本当に玉鷲も関脇にするべきなんですよ。でこれはさ本当にあのー、ええー、張り出しを復活させれば。 張り出し関脇、張り出し小結びというのを復活させれば、これ問題解決するんですよ。で、関脇が5人もいるなんて多すぎるという人もいるでしょうが、多分審判部でもそういう意見が出たでしょう。ちょっと関脇4人はもうやむを得ないけども、関脇5人はちょっと多い,多いから、玉鷲を関脇に上げずに、小結びに留め置くと。多分、多分そうなったと思います。まあ、俺は番付編成会議なら出る。 資格ないから分かりませんが。ただ、あの、過去にご,ご席分けっていうのがあって、あの、9月21日の、あの、にアップした YouTube の私、話しましたけども、ご席分けというのは、えー、あれは昭和47年だったかな。えー、輪島、高野花、長谷川、海決三重の海。 この5人ですね。だから5席分けっていうのは前例があるんですよ。だから5席分けというのは別におかしいと思いません。それで、だいたい席分けが強い場所は面白いと言いますからね。まあ、最近はあまり言わないんだけども、まあ将代も三丈よりもだらしがないから、一のいい席分けに出てきてもらわないともう相撲が盛り上がらない。だから席分けなんか本当に資格ある人間にはどんなあげればいいんですよ。 まあ玉鷲はロートルといえばロートルですけどもね、まあ、37歳であれだけ元気なんだから、ね、先場所優勝したんだから関脇に挙げるべきでしょうでもしかしたら玉鷲がさこれで来場所も11勝だとかして本当に37歳か38歳で大関昇進なんてね最高齢で大関昇進なんても絶対ないとは言えないからあのー、もう玉鷲はもう無理だなっていうのは よくないですよただ大関に上がるにしろやっぱ関脇に上がってないと小結びから小結びで好成績で上げて一気に大関ってわけにいかないから大関になる可能性のある人間はまあ全て関脇に上げるとねよくね僕の子供の頃北手聖悟のアナウンサーが言ってましたよ、ね、江戸時代から言いますけど関脇が強い場所は面白いですねってね最近は関脇が生きのいいのが上がってきたから。 えー、前の山、長谷川、麒麟寺、みんな行きがいいですから、これから関脇が切磋琢磨して、大関目指して頑張ってもらいたいですよなんてことね、よく1960年代の半ばから後半にかけて言ってましたけども、これも関あの番付で張り出しがないと、関脇になるべき人がな,ならなくなっちゃう、そうすると面白くない、そういうことですね。 で、あと小結びなんですけども、で、僕は小結びに、翔猿、大栄翔、高安と書いたんだけども、多分、高安は、あの、前頭筆頭にとどめ置かれたんじゃないかなと思ってます。だからこう書いてあるけど、高安は前頭筆頭のまんまだで、台場所だと思いますけども、それも気の毒な話で、まあ、ま幕内上位で、しかも千秋楽の、 最後の最後まで玉足と優勝争いしたわけですからまあその論考交渉というわけではないですけども十分小結上がる上げれる成績ですから上げまあただあのこの最初に申し上げましたようにこの今の予想番付っていうのは私の希望がだいぶ入っているもんだから。 関脇玉鷲は多分この関脇にならずに小結びに留めまかれて高安は小結びにもなれないと思いますけども、まあ、これを解決するには本当に張り出しを復活すするべきなんですよでもし高安が小結びになるとしたらこれ大栄翔をこれ大栄翔ですね大栄翔を平幕に落とす。 押すと高安のスペースが空くという考え方もあるんだけども大栄翔先場所7勝8敗でしょだから普通関脇で7勝8敗だったら小結にとどめ置かれるんですよだからそれを大栄翔関脇から平幕に一,一気に下げるというのもちょっとこれも冷たいやり方で、まあ、まあ大栄翔もし関脇で6勝9敗だったらもう平幕に落とされても文句は言えない。 過去の例でも関脇で6勝9敗だと平幕に落ちること多かったですから,からね。でも先場所の場合は大栄翔は7勝8敗ですから、まあ、小結びにとどまってもおかしくないわけであってそうするとあるべき姿は関脇、えー、5人小結び3人ですよ。そうすまあ数が多す,ぎな多すぎるというかもしれませんけどもは要は張り出しがあれば。 張出し関脇が3人、それから張り出し小結びが高安1人ということで、これあの、昔はよくあった番付なんですよ。平成6年の7月に廃止されて、それからもうずっと張り出しを作らない変則的な番付です。で、あの張り出しができた張出しを廃止になった時の理由というか、口実は。 若高ブームで力士の数が増えすぎたとあまりにも力士の数が増えて序二段の力士が今の2倍あるんですかだからもう枠の中に書ききれないから張り出しは廃止するとなったんですけどもし,しかし逆に言えば人数が増えたら枠の中に書ききれないんだったらそれこそ枠の外にクククククに。 ね、あのしこ名を書かれる力士が増えるのが、えー、理屈だと思いますけどねあの人数がおお多すぎるから枠内に全部あの名前を書くっていうのはおかしくって人数が多すぎるんだったら枠の外に書く力士を何,何人か作るべきじゃないですか。まあ、なんでそのね張り出しをその平成6年の、えー、7月場所に。 えー、廃止してしまったということにして私のねあの見解を9月21日の YouTube で述べましたけどねあそうそうあれあの9月21日の you YouTube は私確か録画したの前,前の日だと,だと思いますけどねアップしたのが9月21日でその中で僕があ「もし御嶽海が巻き越すようになったら関脇の数が来場所とものすごい増えますよ」 僕それ言った後いや三嶽海まだ巻き越してないのに三滝海が巻き,巻き越したら」なんて大関に対してし失礼かなと思ったんですけどもその9月21日僕が YouTube に張り出しについてアップした時その日に三滝海巻き,巻き越しましたからそれで三滝海が来場所関脇になるってことも確実になったのでまあ私が言ったこともまあでたらめでもなければ特に失礼でもなかったと思いますが、まあ、この 今の、あのー、状態番付の本当に昇進が滞っている状態これはの本当に、あのー、全然車が進まないね、あのー、首都高速みたいなもんですから本当に、あのー、これ、えー、張り出しを復活させることを望んでますまあでに今場所のというか11月場所のための、えー、番付編成会議は終わってますしその中で ね、あの張り出しを復活させるのでは話は出てこなかったようですから出てきたらもうスポーツ新聞の中で報道されるわけだからねそれこそ来年の、ね、令和5年初場所から張り出しを復活っていうのをしたらどうでしょうかねまあまあ1年最後の場所に急に新しいシステムというか昔のシステムが読みがあるっていうのはおかしいな話ですから、ね、1年の刑は元旦にあるといいますから。 来年の令和5年の1月場所から張り出しを復活してそして、えー、息きのいい関脇を出してあるいは玉鷲にも史上最高齢で大関昇進するかもしれない力士を関脇につけてあげてそしてまあ、えー、相撲の活性化を図っていくということが非常に 大切だと思いますが皆さんのご意見はいかがでしょうか